こんにちは、空太郎です。ドラゴンクエストウォークお土産の旅、本日で3回目となります。今回はですね、長野県伊那市高遠城址公園にお土産がありますので、そちらの方に行ってきました。長野県のお土産といったら 前回かな、諏訪大社ですね。そちらのまあ続きとして、捉えていただければ、道順とかね、分かりやすく回れると思います。で、こちらがお土産の地図になります。下社秋宮というのが諏訪大社になります。諏訪大社はですね、前回お伝えした通り4箇所の社が存在します。そのうちの一つが下社秋宮というところでした。で、最後に行ったのがですね、その4箇所のうちの最後、上社前宮というところで終えました。それとね、今回行くところが伊那市にあります高遠城址公園、こんな位置関係ですね。で、下社秋宮からですね、高遠城址公園に行くにはですね、この赤いライン、中央自動車道になるんですけど、これをね、使って行った方が早いんですけど、どうせ諏訪大社に行くんだったらね、4つの社を回りたい、かつ上社で終えた場合はですね、横に、国道152号線が走ってるんですけど、これ最短距離でね行けて、さらに高速台が浮きますので、それでもね、高速道路が快適なんだとかね、分かりやすいとか、それから152号線実は峠なんですよね。峠を越えていかないと高遠城址公園に着かないので、まあ無理には言いませんけど、今回はね、前回の続きということで、この152号線を採用してですね、紹介していきたいと思います。こちらは長野県諏訪市諏訪大社前宮の前の通りとなります。本宮前宮を行った後の話になりますという体で、今回も体でね、やらさせていただきたいと思います。これね、前宮行った後に南に下っております。で、先ほど言った通りですね、これから152号線に乗ってですね、第2のお土産スポットである高遠城址公園に向かいたいと思います。こちら右に曲がりますとですね、目の前に山が見えるかと思うんですけど、ここから山道に差し掛かっていきます。で、先ほどね、峠苦手な方はと言ったんですけど、正直言うとね、長野県の中では比較的緩やかな、走行しやすい類のね、道かと思います。まあもちろんね、カーブは多いんですけど、もうね、本当になんか土砂崩れがしょっちゅうあるとかね、結構深さないとね、登っていかないとかね、道が細いだとか、そういった心配は正直ないですね。で、上社のところに高速道路が走ったと思うんですけど、そのままね、乗っちゃえばいいじゃないかって思う方もいらっしゃると思うんですけどね、実はインターまではね、距離があって、まあ、諏訪インターにしろ岡谷インターにしろ、まあ、岡谷は進行方向なんですけども、まあ、結構距離がある。で、諏訪インターだとちょっとまた戻らないといけないところになってしまうので、上社まで来るという方だったら、やっぱりこの道をお勧めしたいですね。あ、ちょっと追加で言わなきゃいけないんですけど、ドラゴンクエストウォークのお土産のみ回りたいという方であれば、確か下社秋宮でしたよね。下社秋宮にお土産がありますので、岡谷インターを行き来した方がいいですね。それでもね、長野県広いので、1日かけて4カ所回るっていうのは相当きついと思います。なので、1泊2日を目安にした方がいいかと思います。あとね、今回行く高遠と前回の下社秋宮、これセットでね、回ることをお勧めしたいですね。まあ山1個を超えるんですけど、効率よく回れるのはこの2箇所ですかね。あとの残りの2箇所は松本市の松本城、それからさらに北上して長野市の善光寺となります。この2箇所はね、一気に紹介していきたいと思います。また次回にでもね、載せたいと思います。そろそろ峠になります。こちらはね、峠の茶屋ですね。諏訪地方を一望できる展望台もあります。山を越えると今伊那市に入りました。確か杖付き峠だったと思いますね。
ここからはもうずっと下りになります。左ずっと行くとね、入笠山、それから右に行くとね、守谷山、両方ともねトレッキングで有名な山があるんですけどね、しばらく行くと民家が見えてきます。で、下りはね結構緩やかで、上りほどねカーブが多いわけじゃないので比較的楽ですね。で、ちょっと一つ注意があるんですけど、高遠城址公園ね、実は秋に行ってるんですよね。1年半前かな。で、今走ってんのがね1年前の夏なんですよ。季節感がね全然合ってないじゃないかって指摘される前にね、ちょっと忠告というか、まあ大変申し訳ないんですけど、ちょっとね動画がねなくてね、強引に結びつけてしまった形なんですよね。ちょっとね見にくい点あるかと思うんですけど、何とぞ、ご了承願いたいと思っております。一応ね毎回なんですけど、ドラゴンクエストウォークを題材とした動画としているんですけど、実際はね先ほど言った通り高遠城址公園の秋だったので、まあ、紅葉ですとか近くにあったね江島の囲み屋敷、多くご覧になっている方とかね、歴史詳しい方だったら、ご存知の方多いかと思うんですけど、江島がね監禁されていた場所であったり、あとまあその江島がね祀られている寺、蓮華寺と読むか蓮華寺と読むのかちょっとわからないんですけど、そちらの方行ってきたのでね、高遠の魅力が詰まった動画となっております。ドラゴンクエストウォークやったことない方もね、最後まで見応えある動画となっておりますので、お付き合い願います。ここ通ったついでにですけどね、美味しいお蕎麦屋さん思い出したので紹介します。これ右側の建物、高遠蕎麦増屋さんっていうんですけどね、分かりやすい場所にありますので、よかったら寄ってみてください。で、増屋さんをすぐ過ぎたところに高遠城址公園入り口左側にあるんですけどね、このループ橋が見えるところ、ここを曲がると着きます。で、行き過ぎたとしてもね、その先でもね、看板がありますので左に曲がってください。紅葉シーズンにやってきました高遠城址公園です。ちょっと散り気味ではあるんですけどね、まあ紅葉を楽しんでいきたいと思います。江島の囲み屋敷も行ってきましたので、これはねまた後ほど紹介します。日本百名城に挙げられます高遠城ですね、こちら南ゲートから進入しております。普段はね北ゲートっていうのか東ゲート、ちょっともう一個ねゲートがあるんですけど、いつもはそっちなんですけど、今日はたまたま南ゲートから来ました。このようにね色ついております。結構ね綺麗ですよね。それから高遠城址公園といったらね、もう桜がねほんと綺麗なところで、また違う動画でね、また違う動画というかまだ行ってないんですけど、またねその機会があったら紹介していきたいと思います。ここからはねドラゴンクエストウォークの動画なので紹介していきます。実はねこれまだ試練の扉の時の動画で、もみじ小僧なんかもいますね。早いもんでもう1年半も経ってしまいました。写真のランドマークはね城みたいな高遠城なんでしょうかね。ただ実際行くとこういったちっちゃい櫓でした。太鼓櫓っていうんですかね、時を報じるのに太鼓を打っていたと言われております。新しいクエストイベントですね、高遠の裏はね園内に置けたので、近い距離ですけど歩いて達成したいと思います。ドラゴンクエストウォークのいいところはね、こういう園内を散策しながらね、物語を進められるっていうところがすごくいいところですね。今回は簡単にねクエストをクリアしました。お土産はというとね、来ました、長野県の名物ですね、おやきをゲットすることができました。ドラゴンクエストウォークの動画は以上となります。次回はですね松本城、それから長野市の善光寺を紹介したいと思います。これで一周してきましたけど、いかがだったでしょうか。まあちょっとしかねお見せできなかったのは残念なんですけど、やはりね高遠城址公園は天下第一の桜、約1500本の高遠小彼岸桜ですね。私ね高遠はねまだ桜見に行ったことがないんですよね。生まれてこの方長野県民なのでね、一生に一度は見てみたいなという気持ちがありまして、まあせっかくね YouTube やってますので、来年以降ですね、
自分の休みとですね、気候と天気とそういったものがね、あった時に行きたいなと考えております。島加古宮屋敷はですね、南ゲートからであれば徒歩7分と乗っておりました。で、徒歩でね向かう最中なんですけど、途中で気が変わってね、車で行くことにしました。高遠町歴史博物館の中に島加古宮屋敷があります。実は動画作る前にですね、仲間由紀恵さん出演の映画大奥を見て、ちょっとまあ時代背景とかね、その出来事とか、知ることができました。私ね、頭悪いので教科書とかね、本を読んで理解するってことはできないんですよ。だから大河ドラマとかね、そういう時代劇とか、そういったものを元にあのネットで落ちてる情報をね、こう肉付けしてあげて、それでまあうまく まとめるというか、頭の中で整理してなんとなく理解していく、そういう覚え方をしております。で、大奥の話なんですけど、ここ江島がね該当するのは七代将軍の家継の時代の話なんですけど、いろんな登場人物が出てきてね、それ一つずつ説明すると何十分もかかってしまうので、まあ簡単に言うとですね、大奥は地位と名誉、そういったものをね築くためにね、欲望であったりとか、あと嫉妬、そういったものがね渦巻いた環境下にあってですね、もう本当にドロドロとした世界なんですよね。その中の江島というのは大奥の総取締役、立場上ですね大奥の規則、それから規律、そういったものをあの守るというか、他の女中のね見本になるような女性でなければならなかったわけですよね。もうなんか決まり文句がもう上様のためにみたいな、将軍のために尽くした人物だったんですよね。そんなある日ですね、前の将軍家信のお墓参りかな、お墓参りの帰りに歌舞伎を見に行ったんですけど、その歌舞伎役者生島慎太郎だったかな、彼に口説かれてね、島が誘いに乗ってしまうんですよね。まあ物語の中ではね、前々からアプローチはかけていたんですけど、まあ江島もね結構揺らぐところがあったんですけど、立場上厳しかったんですけど、ついにね、江島も人であり女性だったんですよね。で、相引きがきっかけでね、大奥に門限があるんですよ。その時間にも間に合わず結構大事になってしまうんですよね。それが江島生島事件って言ったかな。で、当初はね江島がね死罪だったんですけど、家継がもう本当にね江島の働きをずっと見てきて、この時ね家継将軍とはいうもののね、まだ5歳とか6歳、そんなもんだったと思うんですけど、まあ子供であるがゆえにね、祭り事というか政治に関しては老中任せだったわけですけどね、唯一江島がねそんなかわいそうじゃないかっていう切ない声で言うわけですよね。で、まあそこでね江島の功績というか、まあ、認められていたんだなっていうふうに実証はできたんですけど、まあその一言があってね刑が軽くなって、でここ信州高遠にね、流されて、でここでね一生を過ごすということになったわけですよね。でその後の世界がね、この江島加古宮屋敷という舞台なんですよね。でさっきね大奥はドロドロとしたね人間関係があるんだって言ったんですけど、江島っていうのは月光院側についていたんですけど、その月光院を恨んでいる天苑院派のね仕組まれた罠だったんじゃないかって言われてるんですよね。ちなみに天苑院っていうのは前の将軍の正室で、月光院っていうのが前の将軍の側室なんですけど、今の将軍家継の母親だから、正室と側室ね、正室の方が全然位は上に感じるかもしれないんですけど、今の将軍家継の実の母っていうのが側室の月光院なんですよね。だからこういったギクシャクした関係が生まれるわけで、月光院派をね蹴落とそうと、月光院派であるね江島をターゲットにして生島にね言うわけですよ。
江島を口説いてね、問題を起こさせてくれって、そして今回ねといった経緯があって、でそこで店員派はね、ドヤ顔でね言ってあるわけですよね、結婚員派側にね。まあこの時代に問わずね、多くっていうのはね、もう自分の地位を守るため気づくためにもう手段を選ばずね、日々ね騙し騙され、女のね戦いが展開されている。まあ面白いって言ったらあれ変なんですけど、物語としては非常に興味深いですよね。まあこんな感じで多く説明してきましたけど、難しいですねこれをね口頭で言うのはね。できれば短くね端的に物事を言えればいいんですけど、私の話術は難しいです。でここが江島囲み屋敷、江島がね幽閉されていた場所ですね。屋敷はですね一方通行、時計回りで回っていきます。こちらが玄関、それから台所になりますね。それから番人ですね、見張りがつけられていてね、自由が利かない状態ですね。こちらが江島屋敷の間取り図となっております。江島の部屋があって、お風呂があって、台所があって、トイレがあって、まあ一見ね全然生活には困らない風には見えますけど、先ほど言った通りね、番人がいて、下女がいて、そしてね取り決めもかなり厳しくてですね、で周りを見るとね、はめ殺し格子戸があって、そのさらに外側にはね忍び返し、ぶっちがい、完全に逃げられないね屋敷となっております。ちなみに忍び返し、ぶっちがいって読むんですけど、生涯初めて口にしました。ぶっちがいってね、もうねこの先言うことはないだろうとは思うんですけどね。で取り決めについてなんですけど、幕府からね高遠藩にこんな指示があったみたいなんですよね。江島をね監視するにあたって番人をつけろとかね、下女をつけろ、それから食べ物は一汁一菜にしろとかね、衣類は決められた着物を着なければならない、こういったね厳しいルールのもとね生活を送っておりました。でさらにねその隣なんですけど、これまあちょっと細かいので、隣の絵を描いてあるね図式、それを読み上げたいと思います。万が一ね火事になってしまったら、下屋敷、蔵屋敷ですかね、そちらに避難してもいいかということなんですけど、これは OK。 タバコが欲しいと言ったら出してもいいか、これはいけません。多分火事になる恐れがあるからでしょうか。硯や紙が欲しいと言ったら渡してもいいか、これもいけません。扇子やうちは用事などが欲しいと言った時出してもいいですか、これは丸。紙を言う時、串道具、ハサミを渡してもいいですか、丸。爪を切りたいと言った時は切らしてもいいですか、丸。毛抜きが欲しいと言った時は出してもいいですか、丸。この辺の用紙に関しては丸が多いですね。金をつけたいと言った時はその道具を出してもいいですか、×。風呂に入りたいと言った時は湯に入ってもいいですか、丸。病気の時は医者の薬を用いてもいいですか、これ丸。藩主は様子を見に行かなくてはならないか、これは×。これを見ても藩はその取り扱いに慎重であり、また幕府の命に背かぬよう、美に入り才を才に渡り、かつ俊厳であったかが伺われる。ということでね、これ軟禁じゃないですね、本当監禁ですよね。下手すれば今の牢獄よりも厳しいルールなんじゃないでしょうかね。でこちらが八丈間の江島の部屋ですね。手前にははめ殺し格子戸ですね、これ開け閉めができない格子戸ですね。隣が湯浴の間、湯殿ですね、お風呂になります。お風呂場はねなんかそれなりに広いような気もしないでもないんですけど、隣がですね川屋、これがお手洗いですね。そしてその隣が庭というか、あ縁側というか、もう格子戸が邪魔でね、もう全然庭じゃないですね。で隣が台所になります。台所は天井が高そうですね。でここで一周してきましたね。
江島探訪マップ、江島について歌った歌詞というのでしょうかね、文学碑がところどころにあります。気になった方は行ってみてください。でこちらが囲み屋敷の、ね、敷地内にあった歌詞になります。先ほど挙げた忍び返しぶっ違いですね、鋭利な棒が所狭しと並んでおります。これは確かにね、脱走を試みたところでもね難しいと思います。歴史館の裏手、南に向かった映像ですね、タコ東湖、さらに向こうには文具井峠があります。せっかくなのでね、島のお墓がありますレンゲ寺、レンゲ寺にもやってきました。立派なお寺だよね。これ2段飛ばしておかないときついね。よいしょ。島のお墓はね、先ほどの本堂の裏手、まだ境内が続いていてね、ずっと上り坂を登って結局ね頂上にあったわけですけど、かなり疲れました。すげえ江島のお墓から見た高遠の街並みですね。監禁される以外はね、高遠は縁もゆかりもないところだったわけですけど、このようにね高遠を一望でき、高遠をね見守ってくれているわけですよね。高遠のねお土産といったら高遠まんじゅうが有名なんですけど、この高遠まんじゅうをねついでに買ってきました。皮が薄めでね、あんこがたっぷりで、私が好きなタイプのまんじゅうでしたね。本日の動画はドラゴンクエストウォークお土産の旅ということで、高遠城址公園でねお土産をゲットするというメイン動画のはずだったんですけど、まあ私の悪い癖が出てしまってね、大奥にね思い入れがあって、なんかこちらがメインじゃないかってぐらいね時間をかけてしまいました。江島はね大奥の総取締役という立場からね、将軍をね、命を懸けて尽力を尽くしてお守りするのが役目であって、それからまあここでね監禁されていた生活を想像するにですね、壮絶な人生だったことには違いありません。ただ江島はね、一つの過ち、過ちだとは思ってないというか、もうこれまで見たことのないね表情をしたんですよ。何も縛られない生活、それからまあ恋愛ですね、それがねこのひとときに全て凝縮されたような感じがしたんですよね。立場以上にね一人の女性、人間、そんなような感情をねここにぶつけてるような感じだったんです。私はそういうふうに受け取れたんですよね。だから裏切ったことへのね罪というか、そういったものをね全部受け入れる覚悟ができていたんだなと思いました。人間ね後悔することってあるかと思うんですけど、江島はね後悔はなかったように思えましたね。監禁生活もね知ることができたんですけど、もう何の悔いもないというか、未練もないというか、もう潔いというかね、たかがねひとときなんですけど、江島にとってはそれを人生にかけるね時間だったように感じました。というのはね、まあドラマを見ての感想なんで、実際はね史実はどうだったか、その時の感情はどうだったのかわからないんですけどね、まあそうであってほしいというかね、ここまでのことをしたっていうのはね、やっぱり相当な覚悟があったんじゃないかなと私ながらに思いました。また一つね時代背景を知れてね大変ためになりました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。